嫌な人はどこにでもいるって？それは半分正解で半分間違い。この世は同じ周波数同士が引き寄せ合う世界です。生きていく上であなたの中にネガティブな思い込みがずっとあれば波動は低くなります。すると同じように波動が低い人が周りに多くなります。なので現実を変えるなら自分の心の内を変えるのが早いです。外側を変えようとすると莫大な労力と時間を消費することになるでしょう。まずはあなたの中に溜まっている海感情を吐き出します。すっきりしたところで、あなたの中にある不要な思い込み、信念などがないかを考えてみてください。どこにでも嫌な奴はいる？世の中は皮肉だ？頑張らないと報われない？など。それら不要な思い込みを手放してください。そして新たな信念を想像してください。この世は素晴らしい世界だ。人間ってとっても素敵だ。好きなことをしてても生きていけるんだ。と。そして日々、5次元エネルギーを取り入れてください。5次元エネルギーとは、言い換えると、幸せエネルギーです。簡単に5次元エネルギーを取り入れられる場が、神社です。定期的に神社へ行くことで、邪気は消え浄化され、神仏もあなたのことを覚えてくれるでしょう。この世は、とっても楽しく、素晴らしい世界です。